ゆうちゃみ歌手デビューで宣言、東京ドームに立つ、ドジャースの応援歌、舞台に行きたい。モデルでタレントの、ゆうちゃみ、こと古川優奈23が1日、東京渋谷109で、新曲、あなたに捧げる応援歌のリリース記念イベントを行った。 ゆうちゃみは10月30日、広島出身で歌手のヒッピーによる、君に捧げる応援歌を公式リメイクカバーしてデジタルリリース。この日、アーティストとして初めてのイベントを行った。 この日は朝からめっちゃと緊張してる笑あんまりないけどほんまにあかん心臓飛び出そう応援してみんなと XQTwitter にポストしていたがその素振りを全く見せず堂々と歌唱初めての舞台で思い出に残るステージギャルなので丸ルで歌わせていただいて嬉しかった気持ちよかったです 歌ってたら楽しくって緊張性変かったと明るく感想を述べた。幼い頃から大きいステージで歌いたいという夢があったというゆうちゃみはアーティストとしての抱負を東京ドームに立つ。ドームツアーすることが夢ときっぱり宣言。また、 先日ワールドシリーズを制覇した大谷翔平の活躍にあやかり、ソジャースの応援歌、舞台に行きたいと元気に語った。さらには、令和の歌姫になりたいので、浜崎あゆみさんとか、 郷田久美さんとか、アムロちゃんとか尊敬します。そし、もうみそか、もううちで見てた音楽番組に絶対出たいので、皆様お願いしますと頭を下げるなど、大きな目標に目を輝かせた。